八田与一、八田与一、現在の時代では、八田与一、八田与一、千八百八十六年、明治十九年二月二十一日千九百四十二年、昭和十七年五月八日は、日本の推理技術者。千八百八十六年、明治十九年に、石川県河北郡花園村、現在は、金沢市今町に生まれる。石川県人情中学。 第四高等学校四校を経て、1910年、明治43年に、東京帝国大学工学部土木科を卒業後、台湾総督府内務局土木科の技師として就職した。台湾では、初代民政長官であった、後藤新平以来、マラリアなどの伝染病予防対策が重点的に取られ、発田も当初は衛生事業に従事し、かよし台南市。 高尾市など各都市の上下水道の整備を担当した。その後、発電、灌漑事業の部門に移った。1910年総督不土木部公務課で浜野八郎に仕えることになった。台南水道の事業で実地調査を共にするうちに八田は浜野から多くのことを学び、口述の下南台やカラス山頭ダムにその経験が生かされることになった。1919 19年に 浜野が離任で台湾を去ると、八田は台南水道に浜野の像を混流している。浜野像は戦時中の金属教室例で資材に流用されたが、日々実業創業者の巨分流により再制作、2005年に元の水源地に設置されている。八田は28歳で当時着工中であった東園台の水利工事を一任されたがこれを成功させ高い評価を受けた。 当時の台湾は、まさに常実のインフラストラクチャー建設の真っただ中で、水技術者には大いに腕の振るい害のある、舞台であった。三十一歳の時に、故郷金沢の開業医で、後に、石川県議なども務めた、米村義太郎の長女、豊木、当時十六歳と結婚した。1918年、大正七年。 ハッタは台湾南部のカミナミ平野の調査を行った。かよし、台南領町域も同平野の区域に入るほど、カミナミ平野は台湾の中では広い面積を持っていたが、灌溉設備が不十分であるためにこの地域にある15万ヘクタールほど、ある田畑は常に干ばつの危険にさらされていた。そこでハッタは民政長官、下村海南の一人のもと、 関電系の水をせき止め、さらに水道を建設して、祖文系から水を引き込んで、ダムを建設する計画を上司に提出し、さらに精査した上で国会に提出され、認められた。事業は、受益者が関電系、組合、の地下南大、組合を結成して施行し、半額を国費で賄うこととなった。このため発田は、国家公務員の立場を進んで捨て、この、 組合付き技師となり、1920年、大正9年から1930年、昭和5年まで、完成に至るまで工事を指揮した。そして総工費後、400万円を要した工事は、満水面積千ヘクタール、有効貯水量1億5、0000 000 000 000メートルの大貯水池、カラス山頭ダムとして完成し、また水路も、雷平の一帯に1万6千キロメートルに、 わたって、細かく張り巡らされた。この推理設備全体が、か南大、か南大州と呼ばれている。ダム建設に際して作業員の福利構成を充実させるため宿舎、学校、病院なども建設した。爆発事故の翌年には、関東大震災が起こり予算削減のために、作業員を解雇しなければならなかった。ッタは、 有能なものはすぐに再就職できるであろうと考え、有能なものから解雇する一方で再就職先の世話もした。2000年代以降も、カラス山カシラダムは、神南平野を潤しているが、その大きな役割を今はに譲っている。この素文系ダムは1973年に完成したダムで、建設の計画自体も発端によるものであった。また、 発田の取った粘土、砂、れを使用したセミハイドロリックフィル工法、コンクリートをほとんど使用しないという手法により、ダム内に土砂が溜まりにくくなっており、近年これと同時期に作られたダムが、機能不全に陥っていく中で、しっかりと稼働している。カラスやマカシラダムは公園として整備され、発田の銅像と墓が中にある。また、発田を検証する記念館も併設されている。 1939年、昭和14年、八田は台湾総督府に復帰し、直任技師として台湾の産業計画の策定などに従事した。また、台湾の復権省主席の賃金の招兵を受け、開発について諮問を受けるなどしている。太平洋戦争中の1942年、昭和17年5月、陸軍の命令によって3人の部下と共に、 客船太陽丸に乗船したハッタは、フィリピンの面索考え調査のため、広島県宇品港で乗船、出港したが、その途中、太陽丸が五島列島付近で、アメリカ海軍の潜水艦グレナディアーの乱撃で撃沈され、ハッタも巻き込まれて死亡した。ハッタの遺体は、津島海流に乗って、山口県萩市沖に漂着し、萩の漁師によって引き上げられたと伝えられる。 正四位、患、訓参当女以上君。日本敗戦後の1945年、昭和20年9月1日、妻の外大樹も夫の八田の後を追うようにしてカラス山頭ダムの放水口に、闘神自殺を遂げた。日本よりも、八田が実際に業績を上げた台湾での知名度の方が高い。特に高齢者を中心に、八田の業績を評価する人物が多く。 カラス山カシラダムでは、発田の命日である5月8日には、慰霊祭が行われている。中学生向け教科書、認識台湾歴史編に、発田の業績が詳しく紹介されている。2004年、平成16年末に訪日した、李東輝台湾総統は、発田の故郷、金沢市も訪問した。2007年5月21日、陳水編総統は、発田に対して、 交渉令を出した。また、当時の場永久総統も2008年5月8日のカラス山頭ダムでの発田の慰霊祭に参加した。翌年の慰霊祭に参加し、発田がダム建設時に住んでいた宿舎跡地を復元、整備して発田余市記念公園を建すると語った。2009年7月30日に記念公園の安全祈願祭、2010年2月10日に着工式が 行われ、2011年5月8日に完成した。完成式典には、馬英九総統や八田の故郷、石川県出身の元内閣総理大臣、森吉郎が参加した。記念公演は約5万平方メートルだが、約200棟の感謝や宿舎のうち4棟は当時の姿に復元された。宿舎は一般公開されている。妻の外大臣も検証の対象となり、 2013年9月1日には、八田与一記念公園内に、外大樹の銅像が建立された。八田の業績と、神々の人たちとの触れ合いを取材した、テレビドキュメンタリー番組、テレメンタリー96たった一つの銅像、中心感謝、八田与一先生が1996年、平成8年6月30日にテレビ朝日系で放送された。2008年には、 ッ田を描いた長編アニメ映画、パッテンライ。南の島の水物語が制作された。カラス山カシラダム坊にあるッ田の銅像は、ダム完成後の1931年、昭和6年に作られたものである。住民の民意と周囲意見で出来上がったユニークな銅像は、造設地を誇示していたッ田本人の意向を組み、一般的な八つ姿勢の立像を諦め工事中に、 見かけられた発田が困難に一人実行宿納する、様子を模し費分や台座はなく、地面に直接設置され、同年7月8日、発田立合いの元上幕式が行われている。その後、国家総動員法に基づく、金属類回収令により供出された際に、行方不明となった。その後発見され、元の場所に戻されたが、1949年から、 中華民国の小解析時代には大日本帝国の残した建築や検証費の破壊がなされた際に再び撤去され1981年昭和56年1月1日に再びダムを見下ろす元の場所に設置された。2017年4月16日朝、銅像の首から上が切断されているのをダムの関係者が発見し警察に通報した。 犯人は中華統一促進党に所属し、以前新党の市議会議員として、台北市議会議員を務めたで、翌4月17日に警察へ出頭した。同時期に台湾各所で頻発していた小海石像に対するいたずらへの反発心が発田に向けられたとされている。台南市政府からは、発田の命日である5月8日までに銅像を修復する意向が示され、 浜の像復活でも尽力した巨文流がキビ博物館で保管していたレプリカを用いて修復された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。